廃校とは、学校の統廃合や閉校などの理由で、その経営をやめること、廃止すること。また、そのような学校施設の跡地のこと。幼稚園や保育所は、廃園という。類似する意味として、休校もあるが、そちらは、基本的に将来的な再開を目標とするので、性質的に完全に消滅させることを意味する。廃校とは異なるものの中長期間休校。 または廃校に準ずる形で無期限休校になったり、一部では休校していた学校がそのまま廃校となってしまった事例がある。第二次世界大戦後の廃校の発生理由としては以下のようなものが指摘されてきた。戦災による施設の喪失と修学人口の減少、昭和の大合併による統合市町村における統合施策過疎地域における 修学人口の減少危険施設の改築と学校等配合時の新校舎建設との間に補助金の額に差があったことドーナツ化減少による都心部での修学人口の減少一方20世紀末頃からは少子化によって修学人口が全国的に減少しており廃校の発生も増加しているこれまで就学人口の急増と施設の不足が問題となっていた 大都市圏の郊外においても、急激な人口構成の変化が起こりやすい、住宅団地を中心に、局地的な就学人口の減少と廃校の発生が見られる。1983年以降の第2次、ベビーブーム世代の受験者増加に対応して、進学率を抑制することなく軒並み増設された、高等学校でも、生徒数の減少により、死願生徒数が減少した、 高等学校廃校の対象になっている。公立学校の場合、その学校に充てる設備、一部の教員など、様々な面で学校にかかる費用は、市区町村の税金によって賄われる。しかし、学校の子供の人数が減少し、今後も増加の見込みがなくなると、空き教室が大量にある学校は、それだけでも行政側の大きな負担となる。そこで学校を閉鎖し、 近くの学校と統合することにより、そこに必要な教員の数も減らすことができ、行政の負担が軽減する。しかし、学校は地域にとって愛着のあるものでもあり、廃校するにあたって、地域で様々な議論がなされるのが常である。私立学校においては、学校の運営資金は、入学金や授業料など、園児、児童、生徒の負担によってまかなわれている。従って、 子供の数の減少は学校運営に深刻な影響を与え、学校法人の運営が正常に行えなくなり、ついには倒産し、廃校となる。その学校の園児、児童、生徒、学生や教職員は転校、転職を余儀なくされる。特に教職員の場合は、倒産、廃校が即失業につながるため、深刻な問題である。廃校後は、 学校施設を改装し新たな施設として再利用されることもあるが、活用できずにそのまま放置され、廃墟状態になっているものもある。廃墟と化した学校跡地は治安の悪化を招くこともあり、これも問題となっている。2003年4月に文部科学省の廃校施設の実態及び有効活用状況等調査委員会が、 廃校利用の模範的なケース50件を選定し、発表した。廃校舎の再利用例、旧館なり小学校校舎を、栗原市館なり歴史民俗資料館に、天洋廃校舎の再利用例、旧阿蘇小学校校舎を日帰り入浴施設、阿蘇温泉に、天洋学校は地域にとって象徴的な意味合いを持つ、場合が多いため、廃校になった校舎を様々な形で再利用する。 試みが各地でなされている。特に、テレビドラマや映画では、劇中の雰囲気を演出として出すために、使われていた教室などをそのまま、セットとして使用することがある。その映画やドラマが、大ヒットすると撮影に使われた教室などを展示する、試みもある。ただし、国庫補助金を受けて整備された、学校施設を学校教育以外の施設に転用する、場合には、 文部科学大臣の承認を経た上で、国庫補助相当額を国に納付する転用手続きが必要であり、その財源がない場合、廃校ではなく、形式的に休校とすることもある。文部科学省においては、急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応するとともに、既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るため、 一定の要件を満たせば、国庫納付を要さず、報告書の提出をもって手続きが済む簡素な取扱いにするなど、転用手続きの弾力化、簡素化を図っている。東日本大震災では、旧埼玉県立記載高等学校が、福島県双葉町からの避難所として利用され、同庁の仮役場も置かれた。また旧岩手県立都高等学校河合校は、 災害ボランティア向けの宿泊施設として使用された。再利用、転用例。ありがとうございます。